米沢市政70周年を記念して市民の皆さんから愛され親しまれることを願いながらこの広報映画を撮影したものであります。企画進行撮影録音は広報係で、特に商工課より協力をいただきました。陸上自衛隊神町駐屯音楽隊はこの催しに心から協力をしてくれました。前年度優勝した平和通りより田中会長に優勝旗が返還されました。5月3日は晴天に恵まれ、今日の人出は10万を超えたと言われております。バスも超満員です。白バイのおまわりさんを先頭に、いよいよ市中行列が始まりました。消防車、宣伝カー、そして会長車、名誉会長の吉池市長さんも見えられます。米沢市役所の古今風俗大絵巻行列でございます。市の職員、市会議員150名が動員して行われております。上古時代の神武天皇、平安時代平の重盛、小野の小町などが見えております。胡蝶舞姫、鎌倉時代、鎌倉時代には源義経、頼朝、弁慶などが見えております。戦国時代でございます。江戸時代、あでやかな元禄女、維新時代、you
中隊長、小隊長、そして鉄砲隊、米織のカーニバル、赤や黄色や白などの賑やかな米織のカーニバルでございます。一般の部の先頭は15番の宣伝課、続きましてパイロット員機、弁天通りの70年後の弁天通りがただいまロケットを先頭に参りました。太鼓も懐かしく、市政70周年記念大相撲米沢場所、若の花栃木式の両横綱の顔も見えます。東大おとぎの国の竜宮城です。
この日の特選は平和通りのアラビアンナイト。こうして午前午後と2回に分かれて町中を練り歩いた第9回仮装行列もめでたく終わったのであります。ますます米沢市の発展を願いながら広報映画を終わります。